エージアエージア、アジアはイングランド出身のプログレッシブロックバンド、プログレッシブロックの分野などから多くのアーティストたちが参加してきたスーパーグループの一面を持ち、その活動は35年以上に及ぶ。1982年デビュー、メンバー全員がすでに世界的なキャリア、知名度を得ていたミュージシャンであったため、デビューの時点から、 スーパーグループとして注目された。プログレッシブロックのエッセンスをポップスとして散りばめた3分半の楽曲というスタイルを確立し、そのスタイルに沿ってリリースされたファーストアルバム、エイジカンジエのロマンは5月後には全米ナンバー1を吸収キープ、全世界で1500万枚のセールスを達成。同アルバムからシングルカットされたヒートオブザモーメントは全米ロックチャート1位。 全米ポップチャートでも4位となり、商業的にも成功を収めている。アルバムデビューの時点のメンバーは、ジョン・ウェットン、VO、B、元キング・クリムゾン、ロキシー・ミュージック、UK、スティーブ・ハウ、GVO、元イエス、カール・パーマー、DS、元エマーソン・レイク・パーマー、ジェフ・ダウンズ、KBD、元、バグルス、イエス。その後、いくたのメンバーチェンジを繰り返したが、 2007年にはオリジナルメンバー4人での初来日コンサートが、そして続く2008年にも来日を果たしている。1970年代末から1980年代初頭、数々のプログレッシブロックバンドの解散と、若く才能をあふれるミュージシャンの台頭が契機となり、エージア結成のプランは流動的に動き始めた。1980年に、 イエスからトレーバー・ホーンが脱退し、クリス・スクワイアとアラン・ホワイトは、ジミー・ページとのバンドを結成するために、イエスを離れてしまった。イエスに残されたスティーブ・ハウとジェフ・ダウンズは、イエスの継続を断念してしまう。ここでイエスは解散。その時、イエスのマネージャーだった、ブライアン・レーンは、ジョン・ウェットンを人に引き合わせて、新バンドの結成を企画する。かつて、レーンは、 ディックウェイクマンとウェットン、それにビルブルフォードによるスーパートリオを企画したが、うまくいかなかった経験あり、その時からウェットンに協力的であった。そして、ウェットンとハウが一緒に曲作りをするようになり、デビューアルバムの約半分を書き上げた。当初は、サイモン・フィリップスがドラマーを務めたが、その後、カール・パーマーに交代、キーボードにキース・エマーソンの加入も企画されたが、 結局は、ハウの紹介により、ジェフ・ダウンズが貸して結成メンバーが集まるに至った。バンド名はレーンが提案したエージやアジアとなった。ソングライティングは、アルバム制作の頃までには、ウェットンとダウンズのチームが出来上がり、1982年3月8日、ロジャー・ディーンのイラストをジャケットに使った、ファーストアルバム、エージ・カン・ジエのロマンと、シングル、ヒート・オブ・ザ・モーメントをリリース。 上記の商業的な成功を収めた。イエスが亡き後のレーンのマネージメントするバンドとして、ロジャーディーンのアートワークとバンド名のロゴも採用された。翌1983年には、セカンドアルバム、アルファを発表。完全に、ウェットンとダウンズの作曲チーム中心となり、初期の中心メンバーであるハウが作曲に参加した、作品が入っていない。シングル、ドンとクライが、 全米ポップチャート10位、全米ロックチャート1位となりアルバムも全米6位となる。しかし記録的ヒットを収めた、英字漢字へのロマンの売り上げの1、5ほどに止まってまい、ツアーの観客動員数も減ってしまった。バンド内で圧力が始まり、1983年の初来日ツアー前に、ベットンはアルコール中毒になっていたという理由で解雇されてしまう。 ウェットンの後任にグレッグレイクを招集し、日本の三重県島市のヤマハのネムの里で1ヶ月に渡るリハーサルが行われた。1983年12月6日からワールドツアーが日本より開始され、日本国内では4公演が開催された。MTV の企画で同年12月7日の日本武道館公演の模様をアメリカに衛生生中継するイベント、 アシアインアジアが行われた。この公演はアメリカ向きの放送時間に合わせて日本では平日の昼間に行われ演奏時間も短かったため入場料は安く設定された。この模様は国内でもテレビ神奈川 TVK で同日14時 -1454 に特別番組武道館から初の衛星生性中継アジアイン アジア独占制中継として一部が同時制、中継された。歌詞を覚えられなかったレイクはツアー中、テレプロンプターのモニターに表示される歌詞を見ながら歌うことになった。レイクの聖域の方がウェットンより低いため、楽曲のキーを半音下げるなど苦労し、結果的にギクシャクとした演奏形態になってしまったが、来日公演は無事に終了した。後に MTV で、 日本武道館から衛生生中継した番組のアジアインアジアの模様は、エイジアインエイジア、ライブイン、武道館として、ビデオ化されビデオテープ、レーザーディスクで市販された。1984年にはウェットンが復帰した。しかし、ウェットンとハウトの中がうまくいかず、サードアルバムのリハーサル中に今度はハウが脱退。10ヶ月以上のオーディションを費やした後、 ハウの公認のギタリストには、ウェットン主導の陣地で、マンディメイヤーが参加している。25曲録音した中から10曲を厳選し1985年に、サードアルバム、アストラを発表する。このアルバムは日本では、オリコン15位を記録するが、全米では67位。シングル、5は、全米ロックチャート7位、全米ポップチャート46位にとどまり、 これまでの巨大な成功とはほど遠いものとなった。ウェットンは、なぜ急に売れなくなったのかわからない。あれだけの作品で売れなければ今後何を作ればいいんだ、と語り、失意の下、マネージメントのレーンから解雇され、バンドの活動は凍結、事実上の解散状態となった。1989年に、当時ゲフィンレコードの A&R であったの提案で、再結成を実現するが、 1989年の時点でハウはアブワに参加していたこともあり合流しなかった。A 面5曲が過去のヒット曲を並べたベスト版、B 面4曲が未発表曲という変則アルバム、ゼンナウも発表する。ギターパートはスティーブル・ルカサー、トートーやスコット・ゴー・ハムラにより、ドラムに関しても後にジョン・ペイン、 ジェフダウンズ主導のエイジアに参加するマイケル・スタージスの演奏によるものもある。ツアーにあたってのギタリストは、ゲイリー・ムーは、グレン・ヒューズの推薦からパッドスロールを迎えた。日本ツアーは、成功を収め、モスクワで収録された、ライブアルバム、ライブ陰木は1990をリリースした。しかし、アメリカでのツアー日程が組めず、もはや、 夏メロバンドとしての需要しか求められていないと感じた。ウェットンはソロ契約を得たこともあり南米ツアーの後脱退する。スロールも同時期に脱退した。その後、ダウンズはジョン・ペインを加入させて活動を続けたが、バンド形態というより、ジェフ・ダウンズのソロプロジェクトの色彩が強まっていき、ジェフとペイン以外はゲストアーティストの参加による演奏が多くなり、ツアーに参加するメンバーも、 非常に流動的なものとなる。ハウはアルバムアクアに参加しているが、その後のツアーにはゲストとしての参加に止まり、再びエイジアから離れ、イエスの活動に戻っていった。ペイント・ダウンズ体制としてのアルバムサイレント・ネーションでは、それまでアルバムジャケットのアートワークを手掛けていたロジャー・ディーンを起用せず、一連のアルバムのタイトルもバンド名と同様に、A、 A というタイトルで通してきた、それまでの法則が崩れている。しかし2000年代中頃、ウェットンとダウンズが偶然の再会から共演アルバムのレコーディングを始め、2005年4月には、ウェットン、ダウンズ、名義でアルバム、アイコン、アイコンを表。この頃から、この二人を中心にオリジナルメンバーでのエイジア再結成に向けた話し合いが行われ、2006年4月には、 ダウンズが、ペインだとのパートナーシップを解消する旨を発表。同時にオリジナルラインナップ、ウェットン、ダウンズ、ハウ、パーマーでのアルバム制作、コンサートツアーを実施する方向であることも、正式に発表された。一方、ペイン体制下で制作が予定されていた、ニューアルバム、アーキテクトオブタイムは、リリースが中止になり、最終的に離脱したペインだが主導した別プロジェクトに、 そのマテリアルが使用された。ウェットン、ダウンズはその後も2006年にライブアルバム、アイコンライブ、アイコンライブ、ネバーイン、エイミリオンヤーズ、ルビコン、アイコンー、e 2006年10月をリリースした。二人は、スティーブ・クリスティ、ジョン・ミッチェルを加えた、アイコンバンドでのツアーと前述の再結成エジアでのツアーを並行して行っており、 アイコンバンドが先に来日を果たしたが、再結成エージアも2006年中に全英及び全米ツアーを終え、翌年3月にはオリジナルラインナップでは初となる来日ツアーを果たしている。ハウとパーマーを加えたエージアとしてのアルバムは2008年4月にフェニックスとしてリリースされた。ジャケットのアートワークは再びロジャーディーンが担当している。2010年には同じメンバー、同じく ロジャー・ディーンのアートワークでの新作、オメガが発表されている。同時期にエージアは、ハウの参加しているイエスとのジョイントライブ、エージアが前座の扱いを行い、ハウがどちらのバンドでも演奏するという形態でのツアーが行われている。2010年7月には、ロンドンで行われたイベント、ハイボルテージフェスティバルに出演。2011年はグルスのマテリアルでも、 ある当時の新作、Fly From Here を収録していたイエスは、キーボードを担当していた、オリバー・ウェイクマンを手、ダウンズを参加させた。その後のイエスのツアーと次回作に、ダウンズが参加し、エイジアとイエスの双方に席を置くこととなる。2012年には、結成30周年記念アルバム、XXX ロマンへの回帰をリリース。同年9月には30周年記念ジャパンツアーが、 開催された。2013年1月、サイドのハウの脱退、公認にサム・クールソンが参加することが発表され、メンバーチェンジ後の初ライブが、同年6月5日に、イギリスのミルトン・キーンズに行われた。この編成にて録音されたアルバム、グラビタス総合になる時が2014年3月にリリースされている。2017年1月、 オリジナルメンバージョン・ウェットンが高い。3月から6月までのツアー、ジャーニーとのツアーでは、ビリー・シャーウッドが代役を務める。7月からは、ホリナーとのツアーを予定している。スティーブ・ハウが復帰してのジョン・ウェットン追悼公演の企画がなされ、日程も発表されたが、その後、キャンセルされている。2019年4月、イエスのツアー。 ザ・ロイヤル・アフェアツアーが発表された。同年6月、7月のこのツアーにはエージア、タが参加することも同時に発表された。エージアのメンバーは、ジェフ・ダウンズ、カール・パーマー、ビリー・シャーウッドの3人にボーカリスト。ギタリストとして、新メンバーのロン、バンブル・フット・サールが加わり、さらに、スティーブ・ハウがゲスト参加する。2019年4月時点。 エージア・ジョン・ペイン、アジアフィーチャリング、ジョン・ペインは、アメリカ合衆国出身のプログレッシブロックバンド。1989年、ジョン・ウェットンが脱退したエージアは、ジェフ・ダウンズの主導体制になり、公認として、ジョン・ペインを迎えての編成で活動していた。しかし2006年、ダウンズは、オリジナルラインナップのバンド再興を起きと、ペイン、ラ・現行のメンバーは解消され、 離脱を余儀なくされてしまった。その後3人は、日本のキーボーディスト、奥本涼、スポックス、ビアード、元クリエーションを加え、新ユニット GPS を結成し、同年にアルバム、Windows to the Soul を発表。エイジアの新作としてリリースするはずだった、アルバム、Architect of i m e の楽曲を同アルバムに、使用している。2007年、 ペインとコーバンはプロモーションを兼ねて来日。その後エージアオリジナルメンバーの合意を得て、初期から現在までのすべての曲を演奏するエージアのトリビュートバンドを結成した。同年にライブアルバムエクステンディットバージョンズ2012年リセンさんのタイトルで再発を発表する。2009年のツアーではギタリストがミッチ・ペリー、キーボードがエリックのオランダーとなり、 2012年にはギタリストがジェフレー・コールマンに交代した。2014年にカバーアルバムリコレクションズエイトリビュートズーブリティッシュプログを発表。またノーランダーに代わり GPS の同僚だった奥本亮、良奥本が加入。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。